ニューヨークを訪問中の皇太子さまが水と災害について話し合う国連の会議に出席され、基調講演で水と人の関係をテーマに話されました。<laughs> 皇太子さまは現地時間の18日、ニューヨークの国連本部で水と災害に関する特別会合に出席されました。 開会式の中で皇太子さまは水と人の関わりをテーマに英語で30分余り基調講演し川や雨について歌った日本の和歌を紹介したほか最新の技術を使った防災対策などについて話されました会議の前後にはパン・ギムン国連事務総長や日本とゆかりのあるアメリカ人8人と懇談されました皇太子さまは20日までニューヨークに滞在し メトロポリタン美術館などを視察される予定です。